はい、遠足神社への道ですけど、なんか小川が流れてて、澄んだ小川が流れてて、でこの先ずっと一応舗装はあるんですけど、途中で未舗装になるっぽいですね。一応書き方としては途中から舗装がないっていうのと、途中に岩と岩をくぐらなきゃいけないところがあるのと、だからそこの区間はちょっと撮影ができるかどうかはわかんないんですけど、あでもなんか30ね5度6度くらいあるし、木陰でだから30度くらいなのかな。あ、未舗装路が出てきましたね。ただここの神社の場合は最初の駐車場の入り口のところに自動販売機があるので、あの山に入る場合は、ね、必ず水は持ってってくださいね。夏場は特にもう汗が吹き出るぐらいっていうのが正しいと思うんですけど、出てくるもんで、いやでもいい感じですね。この大自然の中を行くという、汗がすごいですけど、ものすごい道を行くのかなと思ったんですけど、そうではないですね。とりあえずまだわかんないですけど、ただ一箇所だけ難所があることだけは間違いないです、うん、それはなんか多分、それは多分なくなってないと思うんですけど、そこはそこでやっぱりいろんな伝承があるで、そういう風に残してあるんで、ただ参拝しやすいように、観光の客の方が来やすいように、観光っていうか、まあ、参拝目的とか、いろいろ調べて来ないと、出雲大社、あ、出雲大社ね、出雲大社ですね出雲大社以外の神社で、清崎とかね、なんかいろいろ佐田とかタモスとかいろいろありますけど、行きやすいとか行くけど、こういうなんかトレッキングに近いようなところっていうのは、なかなかやっぱり人はそうは言ってもね、いっぱい来るわけじゃないんで、なんかでもね、トレッキングになるところって本当に超トレッキングの状態と、トレッキング要するに東海に近くですね、あの大神は、あの皆様のところとか、あとまあいくつかありますけど、ああいう東海をするところとか、まあ、登山の装備で行かないと危ないところね、まあ、いろいろありますけど、なんかですね、都会の喧騒も離れて、まあ、静かにこう参拝した人が、あ、なんかこう行ってきた人がいるっぽいですね。ちょっと通りがかかるんで撮影を中断したいと思います。